はいどうも、皆様こんにちは、サソリコウモリです。前回引き続きファイナルファンタジー5の続きをやっていきますと、ピラミッド攻略中、そしてあれか、セクメトが現れて盗賊のコテを泥棒するまで俺はこれを進めねえぞっつって泥棒し終わったところだな。ダッシュできん、盗むになってら。ボンメイルはやめてもらいたい。ムンドルはそのままでいいや。よし、続きから行こう。ゼファーゾーン、ほらムンドレイポーション、やめろ、ちょっとアクティブターンバトルのその怖、ゲージが止まると敵に何かされてるんかと思ってしまってちょっと怖い。ここら辺に前隠し通路あったよな。あった、あははあるね。え、だからないんやね。おいおい、ブランドラミア初めて見るよ。死んだわ。雑魚一体で出てきたアカン敵やで、あれは。これはあれか、レナちゃんがいいひんから忖度してくれてるのかな。あ、いけるなこれ。ウェーイ、よっしゃー。中からモンスターが、知らない子が、あはは、かわいそうなやつ、あはは、かわいそうなやつ。杖で頭を強打させてから泥棒するっていう。うわ、真空剣オールド。あー、これはやばいな、よくないね。ブンドル英雄の薬をパチった。真空剣で確定反撃か。なんで俺には反撃してこへんの、あいつ。溜める、ねじり鉢巻きを盗んだ。あれ、英雄の薬とねじり鉢巻きってことはレアドロドロップ。わ、こいつ7も AP 持ってんねんけど。風呂装束、それはいいものでは。素早さ上がるね、防御も上がるね。装備しとくか。ねじり鉢巻き、攻撃力上がるけど、これいる？持ってるよな、もともと。あら、いけんくなっちゃった。わ、これややこいな。隠し通路、あ、全然ちゃうところかやろこれ。上はまだ行けへんねじゃん。待て、ボーンメールになってるぞ。これでよし。これで帰れば OK と。一旦防御して、あ、死んだわ、あれ。無理だ。乱れ打ちなんか絶対耐えれねえよ、こいつ。ブーン。ブンドルで、ちょっと待って、今乱れ打ち習得したってことは、パリスが狩人をマスターした。じゃあ次何する？竜騎士するか。
槍がジャンプの威力を2倍にするから二刀流。これジャンプってちゃんと入るんかな。源氏の兜、ダイヤの鎧、源氏の小手、これでよし。ファンファン。あ、盗み損ねた。カチッとな、カチッとな、入れるんかーい。これは二択じゃないですか、絶対に。バーサクで暴れまくりたいねんけどな。ふひょーん。入りを邪悪なるものよ。あ、ちょっと待って、そいつはアクアブレスのやつではないか。あ、2回入る、2回入る、全然強い。これ絶対、おー、ナイス、正解。戦うブンドルジャンプやな。しょん。王女を仕上がれー、バス強い。いただこう、全部ダークマター。中からモンスターが、モンスターばっかや。間違えた、後ろのやつ殴りに行ってしまった。おー、痛えよ。全部当たっちょる。いや、まあ勝てるんですがね。どっちもダークモーターか。よし、優先ギルに8000ギル。隠し通路ないやろな。ないな。ちなみに右押すと、あ、押せんくなってる。多分右押すと砂がザーッと流れて大変なことになってんやろうな。ひで、前のやつちょっと気になるな。なんかくれそうな感じが。力の薬、強襲、激強。時間はかかれど3000ダメージ、しかも安全に。なんかあるなこれ。水遁、何も持ってへんこいつ。あ、こいつガードオファー使えるぞ。
目を覚ませば語れポーン。あいやー、泥棒行為に勤しめないね。何もないわけがねえ。わ、何もなかったわ。え？ああ、なるほどね、そういうことか。こう言って、もっとサクッと敵倒せへんかな。忍法水遁の術。わ、戦う弱っ。ジャンプで5倍ぐらい出んねんけど。ほら、300ダメから考えたら1500出たら十分すぎるやろ。大地のハンマー、乙女のキス、やんな。MP が、エリクサーをもったいないとは思わないね。もう空いてないんだが。1万ギル、コテージいらねえ。待った。よく考えたらパリス前でいいやん。ここ開けられへんねんや。ブンドル、そしてジャンプ。高烈やったから300ダメージやったのか。それでも、おお、なんだこいつ。バイオソルジャー。ピヨポピー。毒消し。いらね。ポワ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 イ。これはなんか開けられへんやろか。お、レベル上がったっぽいな。さあこれはなんだ。お、ああ、あ、いや、到着。エリクサー、なるほど。わかったわ。あれだ。時間経過でずれるやつだ。ロックマンだ。ロックマンか。
どっか踏んだら場所変わるとかそういうわけじゃなさそう。テケテテンテンテンテッテテン、カチャカチャ。ここよし、ここここよし。あー、自分から、しかも同じところかよ。ここいけるよ。おー、リボン2個目。ちなみにここはエリクサー、中からモンスターが呪われし者か。オッケー、いたー、死ぬナイス。よし、ダークマター。あー、これやっぱそう言われてたな。ファンファン、中からモンスターがでしょうね、だと思ったぜ。うわ、バックアタックだと。回避チェンジ。待て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 、痛いよ。ヘアルガ、シュピーン。両手持ちでジャンプした方が強い説ある。いや、両手持ちって実質威力倍やん。持ち乱れ打ちとか、あ、両方ともダークマターかよ。よし、ファンファン。うわ、多いな。ブンドル、シュシューン。踊り子でもいいな。
ラミアのティアラを装備するとさ、剣の前出やすくなる的なノリじゃなかったっけ？弓で剣の前っていうのも変な話やけどな。おい、ゴールやろこれ。行ってないとこあるぞこれ。入り直したらいいか。入り直せるよな。セーブ地点まだ行ってないけど。セーブしたい。一回戻りたい。よし。入れるのかこれ、そもそも。ああ、ここに繋がってんのか。そういうことね。なるほど。踊れず。こっちはどこに繋がってたんや。中からモンスターが。おい、ミステリーワルツでこっちが逆にダメージを受けるっていう悲しい出来事が発生したぞ今。二人のジルバ。おい、悲しい事件頻発してんねん。おいおいおい、敵に死を怒りまくりやねんけど。これあかんな。踊る大作戦大失敗やねんけど。踊ってちゃ勝てねえ。ティアルが。おい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 、石像やんけ。あ、やっと出たか。剣の舞弓。4000とか出るぞ。やばすぎるやろ。ミステリーワルツ。お前はもうブレイクが使えねえ。クリスタルメイル。問題なし。危ない。戦う。ブンドル、オドール、二人のジルバ。召喚されるかもなこれ。ジグラとギガース、知らんな。ミステリーワルツ。力の薬をパチッ。当たらぬ。ヒュン。剣の舞。巨人の薬なんかくれるぞ。エリクサーももらったし。
パパパパーパーセーブー。まああとは戻るだけなんですがね。なんだ、踊る、はっはっはっは、なんて素晴らしい能力。多分こっちじゃなくて真ん中のところで去って降りると。違った、普通にそのまま降りてたよかったやつ。はは、ここでよかったのか。ああ、降りれた降りれた、ここだ、来たかったのは。踊れ剣の舞、ピショーン。弓剣の舞やが、いな、これは普通に戦うの方がいいかもしれんな。 OK、 乱れ打ち発動。よし、いてい、ダークマターか。これ多分こっちに帰ってくんのやろ。これで大体アイテム取り尽くした感じするけどな。踊る剣の舞、コテージ。弓矢装備じゃなくてもいいよな。二刀流でマインゴーシュ二刀流してさ。守りの指輪って何の方があるんやろ。ジョージプロテストかシェルじゃない、多分知らんけど。セーブした、あ、リジェネかかってるぞ。ダブルマインゴーシュで回避率爆上げ。肩出しルックの踊り子、ボイランやな。何？ボイランだって？ボイランといえばルートビア。わ、ゼファーゾーンや。剣の舞。そっかそっか。
後ろじゃ後ろにおるからマインゴーシュじゃダメージが出せん。はった。ちょレベル3フレア。熱っ。マジ邪悪なるものやんけ。ちょもう一回やられたら死ぬ。あまさかのー。ああまさかのーや。どのあたりやこれ。あー二刀流にしたあたりからセーブしてたか。魅惑の単語。これどうする？あ、なるほどね。そういうことしてくれるだけか。戦うになった。戦うで100ダメージ、ブンドルで800ダメージってもう意味がわからん人間。なんでブンドルの方が強いんですかね。ダメージの計算式が違うんかな。踊ってない夜を。セーブはした。二人のジルバ。あ、乙女のチッス。剣の舞。頭装備ラミアのあれにしてるか。してなかった。踊る。剣の舞。シュン。4160ダメージ。なんだ今のガバ移動は。ケアルラで足りる。いざ尋常に。第一の石板。なんだ。ボスなしか。ボスいると思ったんやけど。石板に文字が。竜王バハムート。ああそこには飛空艇があったのでは。実はあの島こそバハムート。半島が沈んでく。我こそは竜王バハムート。メガフレアを打って敵を消滅する最強の召喚獣なり。来るぞ。北の山でお前たちを待っている。見ろ、飛空艇が流されている。
なんてご都合主義な。まあでもこれがないとどうしようもないからな。帰らせてくれ。勝ち。セーブ。ボスじゃなかった。プルプル。飛竜。飛竜。こっち世界の飛竜やか。ぽい。レナが。レナ。ぽいってされた。レナしっかりしろ。この体はもらった。レナ。行けメルジーヌ、千年の間次元の狭間に封じられし魔物よ。ああ X ですか。 X です。いやどういう平行移動。カニかお前は。ファーファーファー。次元の狭間の魔物は全て私のしもべとなった。痛い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 。うっ、レナやめて。お姉ちゃん、仲間の手でゆっくり殺されるがいい。ファーファーファー。エクスです。ファーファーファー。お前たちの前にまずあの亀を始末してやろう。あ、ギードの祠が無に飲まれてしまう。あーははー、図書館が。なんてことを。もうすぐ、もうすぐだ。この力が完全に私のものになり、世界は私にひざまずくのだ。ファーファーファー。レナ、やめろ。ほら、飛竜パンチ。死んだ。飛竜の捨て身の攻撃。レナの体から魔物が分離した。全裸の姉ちゃんが。今だ。ガチ全裸の姉ちゃんやんけ。何、聞かないだと。オードル、剣の舞、フライナ。うー、いいですね。ナイスダメージ。おい、ダメージ入ってないぞあいつ。物理が効かねえ。二人のジルバ。効いてる効いてる。盗み損ねた。よしよし、いいぞいいぞ。ドレインしまくれ。うわー、そんなに。うわ、なんか変なのが。ブンドル。お、ダメージ取るぞ。チャンス。剣の舞。おら。ひーひー、すげえダメージだ。ブンドル。盗めねえ。こいつからろくなアイテム取れへんかったはずやから、まあそいつは別にどうでもいい。泡の帽子とかやろ。いらねえ。ブンドル。ダメだ、盗めねえ。今だ、物理が通る間に物理で殴りまくるんだ。剣の舞、死ねえ。くそ、結構いいダメージ出てるはずやねんけどな。にゃー、ダメージが通らねえ。オードル、剣の舞、フライナ。痛くねえ。
問題なし。くそ、俺の攻撃が全然通らねえ。剣の前にかけるしかねえ。オードル、シャーギミック無視。レナ、早速を渡し。レナ、姉さん、クルル、お城が私も闇に包まれて、わかってる、あまり喋るな。レナが加わった。スッて加わった。スン。死んでるけど。死んでるけど。レイズ。やっと白魔導士じゃなくていいな。何をした？終わるをした。オッケー、これでいこう。剣の舞。ライン、ブリンクってないんや。あー、分身だ。あれだ、物理攻撃を跳ね返すやつを2個出すやつだ。跳ね返すじゃない、跳ね返しません。とりあえず飛空艇をゲットしてから移動しないと。エアボイ、召喚めっちゃくちゃかかるけど。ミステリーワルツ行った。剣の舞、剣の舞を待って弓を打つっていうなんとも、なんとも言い難し。レベル3フレア当たるうちにラーニングしに行きたいな。さっきの感じ、踊れミステリーワルツ。かまいたち聞いてない。剣のまーい、強すぎるっぴ。クルルがジョブ、あ、終わったわ。ああ、終わった。てててててん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 。Thank you.
あ、どうしよう。いや、狩人の前にやれしたいから、ないとちょっとしばらくやるか。両手持ち持つようにできるようにしてからやん。アイスブランドフレームシールド、茨の冠は常時ダメージが、源氏の兜とクリスタルメイル、源氏の固定。のクラウンじゃなくて、ラミアのティアラじゃなくて、金の髪飾りね。これでよし。せっかくだからセーブしとくか。オッケーオッケー、あるある。ありゃ、イベントか。次元の狭間への入り口は対空運城が消えた場所。急ごう、エクスですが、無の力を手に入れる前に。だけどギードはまだ俺たちの力じゃ勝てないって。伝説の12の武器、封印城クーザーか。とにかく急ごう。ああ、勝手に、俺まだどっか行く言うてへんやん。無の力操ることはできぬのか。これならどうだ。無の力よ、我にその姿を見せよ。行け、世界を破滅させよ。その姿を見せてやれ。あー、名前忘れた。あー、水のところや。芝を取ってなかったら永遠に取れへんやつやん。なあ、そこはラムーのいる場所。町が無に吸い込まれていく。エクスです、やめろー。どこや、そこモーグリ。ああ、モーグリやった。ああ、モーグリが。クポー、クルルー、クポッポー。どこや、そこ故郷。あ、ワンチャン故郷やな。うわー、さっそこ助けておくれー。あちゃば。うわ、故郷がなくなったから完全に独り身やな。ひどい、サソコウの故郷、リックスの村も、こんなのって。自暴自棄。うわー、やめろバカ。怖すぎか。暴れてる。誰か止めろ。世界何周するつもりや。もう3周ぐらいしたの。さそこ、やめろ。それをして何になる。後味悪い始まり方するな。スンって始まる。風の神殿。てか学者がおらんくなったから、もうクーザー城の手がかり全然覚えてないぞ。おいおい、
バレッテ、デザートピード、オードル、大地の怒り。砂漠の敵に大地の怒りはないんじゃないか。アイスブランド、普通に俺が強かった。ここに出てくる雑魚で、お前じゃねえよ。レベルが39の間にあれをマスターしたい。ラーニング、タイタンの火力上げるだけでいいや。これでよし。よくないな。しかしまだ取ってないアイテムが。二人のジブルバはまずい。大地の怒り、アイスシール、ナイス。痛いだろ。ミステリーワルツ、大地の怒り、あいつが出てくるやんと困るな。こいつも欲しいっちゃ欲しいけど、あれやな。ガードオファー、ミステリーワルツ、ブンドルもいいけど、操る覚えとかんと。ややこしいな。邪魔ねー。なんでや、その当たり判定はおかしいよ。てててててんてんてんてててん、なんだ。誰だよ。剣の舞シュート、
やったぜ。呪いの指は何の効果があるんだよ。どうしようか。技で角行って、いや、なんやねん、ガード派覚えられへんのか。あれか、バーサックじゃないわ、魅了かけやんながんのか。 MP 回復させた挙句上で、コンフュか、コンフュがいるのか。コンフュ出てくるないよ。間違えた、間違えた。エーテルもったいない、相手回復させてるし。エーテルもったいない。操るじゃなくてあれが欲しいのか。じゃあこれいつもどうやって入ってた。あそこか。どうしたもんかな。あいつが出てくれやんと困るな。飛ばそう飛ばそう、これに関して飛ばしてしまう。加速しよう、加速。第一の怒りバーン。よしよしよし。あー、ちょっと待て。あ、時間でそれなんのか。お、いいぞな。ペアルガー撃っとくか。危ない。待て、普通におるがな、なんかあいつ。このスイッチなんや。あれか。あそこやろ。よし、セーブやった。あいつでんの待たんなあかんな。あ、出た出た出た。こいつよ。こいつからあれを取らんといかんのや。体温波じゃないねんな、してほしいのは。きた、レベル3フレア。
こいつを待っていた。買った。待て、熱い。投げるでもあんまりダメージうまいこと入らへん気すんな。レベル3フレアとかってリフレクで跳ね返せんのやろか。おし死んだ。これあれやな、あれされてるからやな、体温場でレベル下げられてるからやな。オッケー、ラーニング。もう用はないぜ。テレポート。こんなもんかな今日は。呪いの指輪って何の効果あんのやろ。今回はこんなもんかな。時間もいい感じ。よし、ではここまでのご視聴ありがとうございました。また次回ご視聴お願いいたします。それでは諸君、さらだばー。